2003年のロードレース世界選手権2003年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第55回大会である。ディフェンディングチャンピオンのバレンティーノ・ロッシがシーズン9勝を挙げ、さらに前線で表彰台に上るという前年以上の圧倒的な強さを見せ、500cc 時代から通算3年連続となるモートジッピークラスのタイトルを獲得した。 中でも、第15戦をオーストラリア GP はこの年のロッシュの強さを象徴している。イエローフラッグ区間の追い越しにより10秒加算のペナルティを受けたロッシュは、2位のカピロッシュに10秒以上の大差をつけてゴールし、ペナルティによる判例をものともせずに圧勝したのである。そのロッシュは、これ以上ホンダで戦い続けることにモチベーションを見出せなくなっていた。ロッシとの契約が切れる、 この年、HRC はシーズン当初から契約更新のための交渉を続けていたが、ロッシはついに首を縦に振ることなく、シーズン終了後に2003年限りでホンダとの契約を終了することを発表した。ロッシはほどなくヤマハと契約し、チーフエンジニアのジェレミー・バージェスをホンダから引き抜いた。この年の開幕戦鈴鹿では、 加藤大二郎が死亡するという痛ましい事故が起きた。加藤はカシオトライアングルに差し掛かったところでマシンのコントロールを失い高速でスポンジバリアに激突した。コースから病院へ緊急搬送された時点ではまだ脈があったが意識が戻らぬまま2週間後帰らぬ人となってしまった。事故発生後からコース上で緊急治療が続けられている間赤旗による中断がされずに レースが継続されたことに関して、後に批判が巻き起こり、鈴川この年限りで、カレンダーから外された。加藤のチームメイトのセテジベルナウは加藤が使っていた、ファクトリー仕様の RC211V を受け継ぎ、直後の第二戦南アフリカ GP で勝利を加藤に、捧げた。この年モートジッピークラスにデビューしたのは、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞したニッキー・ヘイデンをはじめ、トロイ・ベイリス。 マルコ・メランドリ、コーリン・エドワーズらである。また新たなコンストラクターとして、スーパーバイクで、数多くの成功を収めていたドゥカティが、デスモセリジ GP3 でグランプリ最高峰クラスに、復帰したのもこの年だった。ドゥカティはすぐに速さを発揮し、ヤマハを抑えて、コンストラクターズランキングでホンダに次ぐ2位となった。一方のヤマハファクトリーは、 コンストラクターズ3位となり、GP 最高峰クラス初挑戦の73年以来初となる未勝利でシーズンを終えることとなった。これがきっかけとなり、ヤマハ内部で体制の大幅見直しとマシン開発の路線変更によるヤマハハンドリングともコーナリングマシンとも呼ばれる車体とエンジン特性を得ることになり、2004年のロッシュ加入と伴ってウェイン・レイニーやエディ・ローソンがいた。 当時の勝てる山派を取り戻していく転換点となった。250cc クラスでは 125cc クラスからステップアップしたアプリリアのマヌエル・ポジャーリがシーズンを通してリタイアなしという安定度を見せたホンダのロベルト・ロルフォとのデッドヒートを制し 250cc クラスデビューイヤーにチャンピオンを獲得した。125cc クラスは シーズンを通して連勝したライダーが一人もいないという大乱戦となったか、そんな中でも5勝を挙げたダニ・ペドロさんがタイトルを獲得した。ところが、ペドロさんはタイトルを決めた後の第15戦オーストラリア GP のフリー走行でクラッシュし、両足を骨折するという不運に見舞われてしまった。上位15名のライダーにポイントが与えられる。ポイントの授与はレースを完走することが条件となる。 モートジッピークラスモートジッピークラスワイルドカードライダーの成績 250cc クラス 250cc クラスワイルドカードライダーの成績 125cc クラス 125cc クラスワイルドカードライダーの成績モートジッピークラスマニファクチャラーズランキング 250cc クラスマニファクチャラーズランキング 125cc クラスマニファクチャラーズランキングありがとうございます。